はい。原田洋平です。で、えっ、ー、と、長々とちょっと前段が長くなっちゃって申し訳ないんですが、いろんな思いがあるもんですから、あいろいろ言わせていただいてる次第なんですけれども、えー、ちょっと時系列でしっかりと我が家で起こったことっていうのをお話していきたいと思います。で、えー、まずですね、まず最初に謝りたいのがですね、まあ、とにかくね、この2週間慌ただしかったんです。 あの、プライベートで僕も仕事もめちゃくちゃ忙しくて大きなプレゼンがあったりとかね。意外とメディア出演もね、ちょこ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 あったりとかね。まあ、忙しかった。その上に父親のこんなことがあったんで。あの、まあ、本当にね、時間がもう経つのが早くてですね。で、ちょっとですね、ツイッターに書いたところに一部誤りがあります。あの、そんな本質的な部分じゃないんですが、ちょっと日にちとか時間とか、ちょっと記憶違いとかあります。これはもうお許しいただきたい。 で、この YouTube で、えー、ちょっとそこら辺を訂正していきたいなと。ちょっと自分もね、冷静じゃなくてもう、やば、こんなこと起こるんだってもう完全に言っちゃってたんで、あの、自分もちょっと冷静にね、記録として、えー、残しておきたいというのもあるんで、しっかりと、えー、見ていきたいと思いますんで、そこはあの、ちょっと Twitter 等々と照らし合わせて、ちょっと違うんじゃないっていうとこもあるかもしれませんが、そこはお許しいただきたいと思います。 申し訳ないことに、ね。これが正しい情報です。まずですね、我が家で起こったことを時系列でご説明していきます。ちょっと携帯で確認させていただきながらやりたいと思うんですけど。まずですね、うちの父親がワクチンを打ったのは5月10日です。5月10日です。でその前にですね、母親からこんなメールが来てます。洋平さん、喜んでください。 私、お父さんのワクチン取りました。5月10日です。私より早く取れました。<laughs> まあ、だから、えー、母にとっても父にとっても希望のワクチンだったわけです。で、母の方がもうちょっと早く取れて。で、やっぱり高齢者なんでネットがよくわかんないんでね、なかなか取れなかったみたいで、おじに連絡してどうやったら取れるのかみたいなことを聞いてたらしいです。ほんで、その結果、5月8日、ワクチンを打つ5月10日の2日前に、 母親から喜んでメールが来てます。おへさん喜んでください。私の方が遅いぐらいよ。まあこの時は我が家はこんなことが起こると思いませんでしたね。本当に反省してます。僕ももう仕事が忙しかったもんですから、見て、ああ、みたいな。まあ、下手したら、今から考えるとろくでもない息子ですけど、あのーうん、なんかワクチン取れてよかったね。でもなんかわざわざそんなメールしてこなくてもいいのに、ぐらいに。 当時は思ってたかもしれません。まさかそのワクチンリスクだとかこうなるなんてことは、我が家3人とも誰も思わなかったということです。それが5月8日です。それでその後ですね、5月9日、また母親、またね、年取るとみんなしつこいからね、母親から、洋平さん、お父さんは5月10日にワクチンが受けられます。2回目は31日で5月中で終わりになります。 私は6月14日が1回目、2日目は7月5日。また同じようなメールが来て、まあ、よっぽど嬉しかったんでしょうね。よっぽどね。もう早く終わると。で、特に父親はアクティブで、もう本当にね、元気なんですよ。元気でね、もう年金生活でお金がないとか、な,なんかちょっとね、足が悪くなってきたみたいな話しても、 もう一回雨横に出てくと買い物大好きで、もう夜まで帰ってこないとか、そういう親父なんですよね。だからまあ嬉しかったんでしょう。で、その、彼の喜びがわか,かるから母親も喜んでるんじゃないですかね。こんなメールが前日まで来てました。まあここから地獄に突き落とされるわけですが、ぜひぜひ、え、ギャップが大きい分、傷つきも大きいので、え、皆さんのご家庭もね、そんなにただ喜べばいいという単純な話じゃないんだよ、ということを、 議論していただければいいんじゃないかなというふうに思って、えー、紹介させていただきました。それから次にですね、母親からメールが来たのが、えー、2日後の、えー、5月12日です。洋平さん、お父さんが熱が出てきてしまっています。コロナワクチンを打ったのに8度8分ぐらい。副反応相談センターに電話をしました。 そのくらいの副反応が出る人がいるそうです。安心しました。もう二日経っちゃった。おそらくですね、いろいろ、あの、状況を母親からヒアリングするところ、まあワクチン接種センターにえ、父は5月10日に喜んでいったと。ものすごい喜んでいた。で、帰ってきてからもうちょっと数時間元気だとで、そこから体調が悪くなって寝始めたと。で、ご飯食べないのをなんとかなるし熱も測んなかったと。ね、おそらくもう高熱出てたと思う。 でも布団で、まあ、ずっと動かない状態で母親の方も、まあ、それをある種2日間ほっ,ほっといたわけですね5月10日の残りの時間と5月11日12日の朝さすがに父親が動かないでおかしいって言うんで、えー、熱測ってみたら8度8分と80代の8度8分はね結構しんどいそれから、まあ、10日ぐらい熱が続くわけですけど。 えー、だったんでまあびっくりしたんじゃないですかあのー、でそれで副反応センターに電話したらあんまあ、よくあるよみたいな感じで対応されるこれもこれで問題ですよよくあるっつったってね人によって違うから、あのー、もうちょっと指示出してね本当に辛そうだったら救急車呼んでくださいとかね言えばいいのがちょっとこれはね対応の方まあいっぱい電話かかってきて今不安な方が多いからお忙しくて丁寧に対応できない面もあるんでしょうけれども。 でもやっぱりこれはちょっと良くないなというふうに思いますが。でも一応母はこれで安心して、まあみんなこうなのねと。で、ちょっと様子見ようと思っちゃったと。だ結果的にこれが救急車呼ぶことに遅れ、遅れを取らせちゃってるわけですね。ね。えー、いう状況です。で、その次です。その次。私もちょっとこの時点でもう、えー、2日近く経っているんで、あれと思,思ったんでしょうね。 私も、えー、母に、普段は結構、あ雑なもんで、無視してですね、えー、しちゃうこともあるんですが、うん5月12日にですね、その後に、そのメールに対して、少しだったか、何時間か経ったか、まだ熱はある辛そうみたいなこと、ちょっと気になる。それまではあんまり、まあ、私もコロナの接種すると、熱が出るっていうのを聞いてたんで、まあまあ、高齢者でもそうなんだな、結構きついな、このワクチンはと思いながらも、まあ、放置してたんです。 数時間してやっぱちょっと気になってまだ熱あるのもう2日経ってるんでしょうというメールをしてますはいそれが5月そうすると母親からちょっと時間わかんないんですけど陽平さんお父さん8度5分から下がりません食欲はありませんなるべく温かいスープを飲めば多分これスープをかき間違えてるんですけどスープを飲めば良いと思います ワクチンの後遺症も怖いですね。ということで、5月12日あたりから母親の方も安心しましたって、おそらく朝は言ってたのが、これ、まあ夕方か夜かわかりませんけど、あれと思って、ちょっと怖いですね。みたいな感じで、ちょっと母親の方も異変を感じ始めたのが、この2日目ということです。あれおかしいな。意外と長いぞ。ということですね。それから、まあこれが夜かな。5月12日、もう一度母親から来ていまして、洋平さん、 お父さんはまだ熱が下がりません。食欲もない、ないですで。食べたものはサラダだけです。まあちょっと無理やりサラダを食べさせたらしい。まだ、あ、ちょっとはまだこう体を起こせたんでしょうね。本当にかわいそうです。ワクチンの後遺症は本当に怖いです。ふらふらして立ち上がろうとするんだけど苦しそうです。書いてあります。だもうこの時はもかなりあの辛い状況だったみたいですけれどもあの、そういうのが5月12日、ワクチン接種から2日目の状況です。 それから5月13日ですね。3日目だ。だ僕はツイッターに、えー、2日目の朝に僕は飛んで行ったって書いてあったんですが、実はあのもうちょっと後なんですね。私が飛んで行ったのは。ちょっともうそこら辺時系列が混同していました。大変失礼しました。5月13日、えー、母親から連絡が来ました。メールが来ました。洋平さん、お父さんが熱が高く、私ではお父さんを動かせません。九度八分、全く下がりません。 一度見舞いに来てくれませんかでもうつるかも。だからこの時は母親はひょっとしてコロナになっちゃったんじゃないかと思ったんでしょうね。あまりの異変で,で。全くもう多分父親が動かない状態になっちゃって。私が行った時もうつ伏せで体固まっちゃってもうそのまま倒れてたんで、えっと思ったんですけど、多分母親もさすがにやばいと思って、一度来て、ということをね、だもっと早く僕も行ってあげればよかったんですけど、 うん、だから、ここ、この時点で、えー、一つ改善点を挙げるならば、やっぱりメディアは、万が一のことあるんで、万が一やったら早く動いてねってことは、啓蒙すべき。まあ、メディア以上に政治家を。なんとなくメディアで、ね、発熱がある、発熱があるって副反,副反応にはって言われるから、もうちょっとそこで放置しちゃったわけですね。別にあの、自分たちのすぐに救急車を呼ばなかった日を、あの、棚にあげるつもりはありません。ただ、 もうちょっと違う視点も提示されていれば、あれと思ってすぐ読んでたかもしれないでもまあね、その、呃、九度八部っていう連絡を受けて、私もさすがに、全く、家族のことを帰り見ない生活を送ってたんですが、九度八部えぇさすがに80代で九度八部。しかももう3日も熱が続いてる。まあ当時は2日ってちょっと記憶違いしてたんですけれども、思って、これはさすがにやばいと言うんで、 もう急いで俺行くわっつって、まあ打ち合わせいっぱい入ってたの全部キャンセルして、えー、実家に飛んで行ったんですね。で、そのうん前にですね、えー、一番近くの,のよく行く病院が、父親がよく行く、私もお世話になってる病院があったんで、電話したら、えー、かかりつけ医に連絡してくださいって言われたと。えー、あれでも、我が家的にはちょっとかかりつけ医の感覚だったんですが、まあでも確かに、 うちの父はもう後期高齢者になるとね、みんな何かしら悪いとこ出てると思うんですけど、少しなんか糖尿の毛があったみたいです。あの別にインスリン打ってたとかそういうわけじゃないんですけれども、え薬、ー、ちょっと薬、あの、まあ、飲んでたっていうか処方されてたんですけど、またこう頑固な親じゃないてほとんど飲んでなかったみたいなんですがね。それはもう本当に良くない。それによって今回ね。 あの、さらに悪くなっちゃってる傾向もあるみたいだから、よくないんですが、まあ、とにかくその、違う病院、ちょっと遠くの新宿の病院に、それは行ってたらしくて、で、風邪とか引くと近くの病院って、分けてたらしいんです。まあ、感覚的には両方かかりつけ医だったんですけど。そしたら、まあ、まあでもね、その、近くの病院も、決して批判するつもりなくて、まあ、当然ね、本当の日頃のことは、あの、いわゆるその新宿の病院の方がよく知ってるでしょって言うんで、まあ、お医者さんとしては、 あの、ある意味で、正確な情報を掴んだ方がいいよっていう正しいことをおっしゃってる。まあでも、こっちは本当に医療のど素人なんで、とにかく熱、高熱が3日引かないから、とにかく救急車を呼びなさいとか、あー何かしらの指示をね、その副反応センターもね、あの、最悪のことを想定して指示してもらうのが一番嬉しかったんですが、かかりつけ医じゃないんでわかりませんって言われて、でかかりつけ医に連絡したら、 えっと、ちょっとワクチンについては分からないんで、えー、ワクチンの、えー、接種をやってる病院に電話してください。もうでも最初電話出たら時間かかったんですよ。まあ、たらい回しっていうと、あの、すごく批判に聞こえちゃうかもしれないんですけど、申し訳ないけど、倒れた父の家族としてはたらい回しに感じました。それは医療の方がどう言おうがたらい回しに感じました。で、えー、そこの病院に電話したら、 今度はうちでわからないんで、接種センターに連絡してください。接種センター9時に開きます。言われて。あ、まだ1時間半あるなと。もう早朝だったもんですから。じゃしょうがないから9時まで待ってですねで。9時に電話した。ところが何度電話してもその接種センターきっといろんなお問い合わせが多いんでしょう。繋がらない。えぇ、ー、!1 時間半無駄にしたわと。父親がそんな状況あ。マジかよと。ほんでもう1回電話してちょっとね。 私も病院も病院でお忙しいのに申し訳ないと思いつつもね、電話しても繋がりませんでしたよ。どうしたらいいですか言ったら、まあ、えっと、東京都のその、副反応についてのね、相談センターに電話してください。えー、また最初に戻っちゃったじゃん。そこがもうよくあることですよって言ってたわけですけど。ほんでもしょうがないなと言うんで、またそこに電話して。そしたらまたまあよくあることですよみたいなお話しされて。 よくあることですよって言ってもね、やっぱり最悪の事態を。だから今回、だからここでまだ二つ目のポイントですが、まずたらい回しは良くない。ね。それで人の命が失われちゃう可能性もあるんで、えもちろん家族の我々もすぐに自分たちで判断して救急車呼ぶとかすべきだった。それは大いに反省してます。まずは我々の責任です。それは、批判を逃れないと思ってます。まあただ、やっぱり素人なんて誰かに頼りたい。 対応に対策にこう回されちゃうと、連携がいろいろ取れてないというのも問題ですし。で、東京都のそこの相談センターも、うん、なんか最初は、うん、まあよくありますよみたいな感じだったんだけど、こっちが熱意を持って行ったら、じゃあ救急車呼んでください。え、ここまで言わないで救急車呼んでって言ってくれないのっていうのもびっくりして、何のためにむしろいるのっていう感じでしたけどね。で、結果的に言えばもっと早く救急車呼んで、えー、置いた方がよかったわけですから、もっと早く行ってほしかったっていうのは家族としての正直な気持ちです。 で、救急車を呼んだらどうですかって言われて、いえいえ、あ、そっかって、やっぱそんな大事なんだと。これ、この時点でまだ私は自宅にいました。実家に行ってません。